島遺跡は山形県山形市島北2丁目3にある古墳時代後期の集落遺跡である。1966年12月19日に国の史跡に指定され、現在は島遺跡公園として整備されている。史跡島遺跡島遺跡市津島遺跡公園内の開設展示山形駅の北北西約4キロメートルに位置し、まみ川の形成した 戦場地が先端部に立地する提出地遺跡である。1961年の基盤整備事業中に発見された。1962年から1964年に行われた6時にわたる発掘調査で、ダコミ柱による住居とみられる、平地式建物跡1軒と倉庫とみられる、高床式建物跡3棟のほか弾き、縦木れ、隙、ね、大谷 タシモダなどの木製ノーム、植物の種などが検出された。集落は、はじきの様相から、古墳時代前期に形成され始め、後期に最盛期を迎えたと考えられている。木製の道具や、植物の種などは通常では、途中で腐ってしまうが、島遺跡は水分を多く含み酸素の少ない、低湿地遺跡であるため、保存状態は非常に良かったという。 ダコミ中式の建物は、東北地方では、島遺跡と同じく、山形県内にある西沼大跡でしか見つかっていない。低湿地で水はけが良くない土地であったために、柱を地面に深く打ち込み建物を作るという、ダコミ中式が採用されたとされ、柱は地下1.6メートルまで埋め込められていたという。 地上にあった柱は鎖失われてしまったが、地下に埋め込められたものの1.5倍から2倍に想定されている。その他にも、小持間ガといった玉類や、馬の背に乗せて使う蔵なども発掘され、これらの出土品は山形学び館や山形県立博物館で展示されている。周辺が1993年以降行われた山形市島都地区整理事業として整備される前は、 1966年に、史跡指定されたものの、水田地帯の中に渦漏れていた。土地区画整理事業開始後、遺跡の範囲を確認する調査が何度も行われている。現在遺跡の一部は、地区公園として整備されている。地下の遺跡保存のために、遺跡全面を森土で保護している。これは、地下水位の変動を防ぐためである。また、地下には、ポンプアップした。 地下水及び雨水を供給できる乾水施設を整備しており、地下水が不足した際はポンプで補給することが可能となっている。2015年3月1日付で遺跡の一部が国の史跡に追加指定された。ABC 島 PDF 山形市国指定文化財等データベース文化庁2019年6月28日閲覧 川崎1985ピアニッシモ139川崎1985ピアニッシモ139から 140ABC 史跡島遺跡について山形市役所2017年6月11日閲覧川崎1985ピアニッシモ139島遺跡山形市観光協会2017年6月11日閲覧 AB、平成27年度、山形県立博物館、2017年6月11日閲覧、立山城跡、国指定史跡に正式決定山形市の姉妹席も、山形。ありがとうございます。